怖くて病院に行ったことはないから、ちゃんとした診断は受けてないんだけど、多分自分はアルコール依存症だった。休肝日は、本当に仕事が忙しくてどうにもならない時だけ。学生時代から体育会だったのもあって、酒には強くて毎日飲んでた。どんなに疲れても酒飲んで暴れて、毎回2リットルは飲んでたと思う？いつも泥酔して、最後の方は記憶がほとんどない。親父もアルコール依存で家庭が崩壊しかけたこともあったのに、嫌なことを忘れるために毎日飲んで出勤しちゃ飲んでた。毎日女の子呼んで、誰が一番いい女とやれるかとか競って本当しょうもなかった。最後の方は誰が誰だかもわからなくなってたんだけど、ある飲み会で知らない男と言い争いになった。向こうも酔ってたからぶっ飛ばされて俺鼻血出て飲み会を開きになった。さすがに場もしらけたしやべえって思ってみんなにごめんって謝ったんだ。周りも先に手出したのは向こうだし、いくらなんでも殴るのはないよな、みたいな感じになったんだ。でも先に絡んだのは俺だから謝ってたら、もうそんな謝んなよってなって。とりあえずその場は解散に。で、その時、ある女の子が必死でその男なだめてたのね。前に、俺、その子と二人で飯を行ったらしいんだけど、その時もあんまり記憶ない。その女の子がその男呼んだらしくて、その子ずっと青ざめて、私があの人を呼んでしまったから私のせい。本当にごめんなさい。俺くんの友達にも嫌な思いさせてごめんなさいって、俺にずっと謝ってたのね。先に絡んだの俺だし、さっきのはどう見ても俺のせいだよ。引いたでしょ、ごめんね。いつもこうだからさ。しょうもないだろって言ってその場は終わったんだけど、だって事実だし。何かその日から全然酒飲む気しなくなったんだよね。最後に女の子からまた遊んでくれたら本当に嬉しいからできたのね。こんな飲んだくれにそんなこと、社交辞令でも言ってくれる人がまだいるんだって思った。別に今はその子と連絡も取ってないし、結局遊んでもないけど、その時からもう女遊びも酒も全部やめた。全部馬鹿らしくなって、結局アルコール依存とか遊んでるやつって現実から逃げてるだけなんだって気づいて、そこから酒は一滴も飲んでない。思わぬきっかけで酒をやめれたことが衝撃だった。気がついてよかった。よかったね。本当によかった。女で男は変わるんだ。記憶がなくなるほど泥酔は危ないからね。道路で寝て、車に、とか足がもつれて階段から落ちるとか。やめられてよかった。